エドワルト・カール・ビル・ヘルム・クリスティアン・フォン・ザクセン、アルテンブルクは、ドイツのザクセン・アルテンブルク家の公子で、バイエルンの軍人、陸軍中将。ザクセン・ヒルトブルクハウゼン・コフリードリヒト、その妻で、メクレンブルク・シュトレイリッツ対抗カール2世の娘で、ある、シャルロッテ夫妻の間の末息子として、ヒルトブルクハウゼンで生まれた。先例の大父は、 イギリス王家のケント公エドワードである。バイエルン王国軍に入隊し、第6両騎兵連隊の隊員に任官した。その後、第1両騎兵連隊の連隊長に昇進している。1832年、姉のバイエルン王妃テレーゼの息子夫が、ギリシャ王国の統治者に迎えられると、 バイエルン軍文献団の団長として、オイオットーに同行し、その後ギリシャの暫定首都ナフトリオの首都長官を務めた。1834年に、バイエルンに帰国して軍隊に復帰。1848年には、陸軍中将となった。1844年には、バイエルン王室の西風ベルトス騎士団の騎士に助任されている。第一次シュレースビヒホルシュタイン戦争では、 バイエルン軍の将軍として、ンゲン諸公の加わっている、ドイツ連邦の側に立って戦い、特に、ドゥッブルホルイの戦いでは先行を立てた。義兄である、バイエルンをルートビヒ一世とは、親友の間柄で、二人の間のたくさんの往復書簡が残っている。1843年には、ミュンヘンの動物愛護団体の会長に就任した。 またローラ・モンテス騒動が起きるまではアメテレーゼ、王妃にも可愛がられており、多額の資金援助を受けていたほか、ミュンヘンに、屋敷まで買ってもらっていた。また、テレーゼからザイリンクシュタットの狩猟養生家を譲られている。1852年に、ミュンヘンで死去し、意外は、ザクセンアルテンブルク公爵家の霊病に暗記された。1835年7月25日に、 ジグマリンゲンにおいて、ホーエンツ・エルン・ジグマリンゲン・コーカールの娘アマーリエと結婚し、マニニ・にン・二女の4人の子供を設けた。アマーリエとは1841年に死別した。1842年3月8日にグライツにおいて、ロイス・グライツ公・公ハインリヒ19世の娘ルイーゼと再婚し、マニ・イ一ナ一女の2人の子女を設けた。ありがとうございます。